7月17日のシリコンバレーのベンチャー部屋です。今日はですね、ブレインテクノロジーズという会社です。2015年に設立されたサンマテオの会社で、この7月末にローンチしまして、それとともに50ミリオンドル、約50億円の調達を発表したという会社です。で、何を作ってるかというと、ナチュラルという製品を作ってます。アプリですね。iPhone アプリを作ってるんですけれども、これ、あの、サーチ上、 なんかこう、辛いんですね。ブレインテクノロジーズが作るナチュラルって全部一般名詞じゃないですか。で、どうなのって思うんですけど、まあ、もとい、ブレインテクノロジーズが作るナチュラルと。で、ナチュラル何かっていうとですね、アレクサみたいなもんですね。音声、まあ,あの、タイプしてもいいんですけれども、やりたいことを書くと、そのやりたいことをするアプリを呼んできてくれる。つまり、あの、寿司オーダーしたいっていうと、 近くで寿司をオーダーしてくれる店はここですっていうのが出てきて、で、例えばそのデリバリーのサービスっていろいろ違うのがあるじゃないですか。でも、それは彼らが吸収してくれるんですね。あの、いろんなサービスで2時間以内に届くのはこの寿司屋ですみたいなのが出てきて、オーダーすると彼ら経由でいろんなデリバリーサービスが使えるというものなんですよ。で、一応あの、えー、テーマがですね、 アップス come to you. アプリの方があなたにやってくるのです。で、えー、simply say what you want. The right app forms around you every time you speak ということで、えー、やりたいことを言うと最適なアプリを読んできます。といってもやりたいことっていうのの中身がですね、基本的に物を買うことだけを考えていると。まあ当然なんですけれども、そのデリバリーとかグローサリーショッピングとか、あとエアラインですね。 えー、例えば、ダウンロードしてちょっと使ってみたんですけれども、えー、SFO から成田に10月15日に2人で行きたいっていうと、こう、バーっと値段が出てくるんですね。違うエアラインで。で、普通に文章でバーって言うと、それをこう、えー、分類して、えー、サンフランシスコから成田、10月15日、えー、例えばリターンチケット、エコノミー、 ワンアダルトとか出てきて、で、それぞれ、あの、入れた後で変えることもできるんですね。あエコノミーじゃなくてビジネスにしたいとか、それは、そこの項目だけ変えることができ。とりあえず最初のサーチのところは、自然文でバーッと言えばいいですよと。で、全然、あの、余談なんですけど、それでサーチして気づいたんですけど、プレミアムエコノミーで SFO から東京に10月に行くなら、ハワイアン航空のホノールル経,経由が一番安いそうです。 あのただ、えっと、ハワイってアメリカから行くのの途中じゃないんですよね。なんか SFO とホノルルと成田ってあの直線上にあるわけじゃなくてむしろ三角形なんですよね。だから2倍時間がかかるみたいな感じ。まあ2倍までかかんないけど飛行機に乗ってる時間なんか7割増しぐらいになりますよね。まあというのは元いなんですけれども、えー、アプリをダウンロードして最初に登録するとその中で あの、アップルの音声認識にデータをア,アップロードすることを許可しますかっていうのが出てくると。なので、その、私が喋った言葉をえ処理してるのはアップルのサーバーなんですね。なので、彼らがやってるのはその結果をいろんなアプリに割り振るみたいな。で、そのえアプリの中からえ最適なものを引っ張ってくるというところをやっているようです。で2015年に創立してですね、 2016年に1.5ミリオンドル。まあ、1億5000万円ぐらい調達したんですけど、えー、今回そこからずっと調達なしで50ミリオンドルということで、ちょっと変わった資金調達の仕方だな、いきなりと思ったんですけれども、これはですね、ファウンダーが26、えー、2016年当時24歳の中国人のシリアルアントレプレーナーである。 で、2016年の前に始めた会社が、ベンライっていう中国のフードデリバリーの会社で、今ユニコーンになっている会社。で、えそこのファウンダーさんが、まあ、ベンライを辞めて、アメリカにやってきて始めているのが、この会社なんですね。で、ジェリー・ユーっていう人なんですけれども、か今、29歳とか30歳とか、それぐらいですかね。で、サイトに行くとですね、 このジェリー・ユーさんが一人で会社の説明をしているビデオが出てくるんですよ。で、えー、それを見る限り、まあ、英語もとっても上手な、えーまあ、ネイティブな感じの人なんですけれども、見た目は高校生みたいかなみたいな感じなんですよね。で、2015年に創立して、まあ、こ今年になって50ミリオン調達したという内容なんですけれども、結構割とちゃんとした というか、あの、ちょっと面白い人たちから資金調達していて、えー、一人はスティーブ・ジョブスの奥さん、ローレン・ジョブス、あの、エマーソン・コレクティブっていうあのファンドをやってるんですよね。で、割と ESG っぽい、えー、日本だと SDGs っていうんでしょうか。それ系の投資をしてるんですが、そこ、この、えー、エマーソン・コレクティブも、えー、資金を入れていると。あとはインティットのコーファウンダーのスコット・クックとかですね。まあ、そんな人が、 投資をしているというものです。で使ってみたんですけどね。でもこれどうなんだろうっていう気はちょっとしてですね。っていうのは、なんかこのアプリじゃなきゃできないことってないわけですよ。あの使いこなせば便利なのかもしれないんですけど、なんかあえてこれを使うっていうインセンティブって何なんだろうと。で、えー、もちろんそのアレクサみたいに。 えー、もしくは Google ホームみたいにそこにあるんだったらとりあえず聞いてみるとかあるじゃないですか。なんかアレクサとかとりあえず聞いてみるってやりませんで結構アレクサはおバカさんなんですよね。物を買うことに関してはちゃんとできるけど、なんかなんとかをオーダーしたいとか言とものすごいものをちゃんと過去の 購買履歴とかから見つけてきて、なんとかでいいですかみたいな感じですぐオーダーできるんですけど、歴史上の出来事とか聞くと、とんでもない答えが返ってきたりするんですよね。なんかピラミッドが立ったのはいつですかっ,ったら、なんか2012年とか違う、なんか違うとか思ったんですけど、まあそういうのが多かったりするんですが、まあでもそこにあるからとりあえず聞いてみてで、とりあえず聞いてみるうちに、あ、結構使えるじゃんって言ってだんだん使うってうのはありますよね。なんか あの、アレクサ、オーダー寿司って言って、あ、今だったら、どこどこの寿司屋から、スペシャルが、えー、1時間半後に届けますとか言ったら、じゃあそれでいいかな。で、あ、寿司をオーダーできるんだったら、えー、サンドイッチもオーダーできるかなとかっていう感じで、使いながらどんどん、それが増えていくっていうのはあり得ると思うんですけど、なんか、いちいちこのナチュラルアプリを立ち上げては、う,ん、うまくいくかどうかわからない、なんかオーダーをしてみるって、結構めんどくさい気がしたんですよね。 ということでですね。なんかこれって製品というよりは機能なのではないかと思いました。私は。あの、よく、あの、feature, not a product っていう言い方をしますけれども、なんかこ、こう、割と大きい会社の機能の一つなんじゃないのこれっていう感じはちょっとしてですね。まあでも今回、これから何かをするために50ミリオンドル調達したわけですよ。だからこれまでは、 多分、かなりの部分、このジェリー・ユーさんが自分でファンディングしてたと思うんですけれども、かこれから50ミリオンで何をするか、まあ。確かに食べ物のオーダーって、なんか今すぐ届けてくれるのどこだろうとか探すの結構面倒っていうのはあるじゃないですか。なんとなく、なんとなく寿司、なんとなくタイ料理食べたいみたいな時に、オーダータイフーデって言って、今すぐ来るのはここですってバーって出てくるなら、それは確かに 楽かなとでこれ私まだオーダーしてないので正確にわからないんですけどそのサブスクをこのブレインテクノロジーズが吸収すするるみたいいなこと書いてあるんですよつまりサブスクしてなくてもドアダッシュが使えますみたいなふうになるのではないかと思われるんですね。なのでなんかいろんなデリバリーサービスがバーッと並行して出てくる。 ですよ。で、まあ、むしろレストランが出てきて、え、これはドアダッシュです。これは何とかです。みたいなのが、こう、下にちょっとだけ出てくると。で、そこからもオーダーできちゃうので、要はなんか、サブスクをしなくてもサブスクになっているというサービスなのではないかと。例えば、エアラインっていうのも、まあ、確かに、あの、一番安いエアラインを探すのって結構難しいじゃないですか。でも、それはすでに、えー、アプリがあるんですよね。なんだっけな。 ホップだったかしら AI で、その、バーッとこう、安そうな日っていうのを出してくれて、で、かつ、その、ここの路線だったら、この時期に行くんだったら、えー、きっと今が最安値なので買った方がいいとか、もうあと1ヶ月ぐらい待つと、もしかしたら1割ぐらい安くなるかもとか出てくるんですよね、そのアプリだと。で、えー、かつ、その、予約みたいに入れとくと、安くなりました。 ノーティファイしてくれるみたいなっていうサービスはすでにあって、まあ、それはそれでもう AI 駆使してですね過去のデータからこの路線はいつ頃買うのが一番お安いですみたいなのがわーっとこうデータとして入ってるとで確率的に、えー、今が一番お安いですよとかかなりの確率で1ヶ月後に安くなりますとか出てくるのがあって、まあ、それはそれで使えると。で そうこのアプリのポイントは、いろんなアプリの中から最適なものを持ってきますっていうのがポイントなんですよね。あの、SARS の世界で、サブスクでいろんな SARS を使えますっていうサービスがあるんですよね。あの、その会社に月々300万円払うと、えー、普通だったら500万円分の SARS のいろんな、セールスフォースとかいろんな製品が使えますみたいなサービスをしてる会社があるんですけど、もしかしてそれかな、これって。 えー、ナチュラルに入っていると、ドアダッシュも、ウーバーイーツも、で、車で移動するならウーバーも、何でも使えますっていう感じになるのかもしれないですね。とりあえずインターフェースはすごいよくできてます。レスポンスも早いし、そこはちゃんと頑張って6年かけて作ったっていう感じはしますね。というわけで、今回はジェリー・ユーさんが作った、ブレイン・テクノロジーズのナチュラルでした。